アラブハザール戦争は、遊牧民国家のハザールと、政党カリフ、ウマイアーサ、アッパース朝及びその従属勢力との間で行われた一連の戦争である。歴史家は通常、この戦争を642年から652年頃にかけての第一次アラブハザール戦争と、722年頃から737年にかけての第二次アラブハザール戦争の二つの主要な、 期間に分けて区別している。しかし、7世紀の中頃から8世紀の終わりにかけて、散発的な襲撃や単発での衝突による軍事的な対立がたびたび発生していた。アラブとハザールの戦争は、主として、ウマイヤ朝のカリフが南コーカサスとすでに、ハザールが勢力を築いていた北コーカサスの支配を確保しようと試みた結果として発生した。 640年代から650年代の初めにかけて行われた最初のアラブによる侵攻はアブドゥラフマンブン・ラビーヤの率いるアラブ軍がハザールの都市であるバランジャルにおいて敗北したことをもって終わりを迎えた。その後、710年代にはウマイヤ朝のもとで双方の勢力が互いにコーカサス山脈を越えて襲撃する戦争が始まった。 ウマイヤ朝の著名な将軍であるアルジャラーフ・アルハカミーとマスラマ、ウン・アブドゥルマリクに率いられたアラブ軍はデルベントとサラニハ・ハザールの南方の首都であったバランジャルを占領することに成功したがこれらの成功は南コーカサスの深部への襲撃を繰り返していた遊牧民のハザールにはほとんど影響を与えなかったこのような状況の中730年にハザール軍が アルダビールの戦いで、ウマイヤ朝軍に対象を収め、アルジャンラーフを戦死させたものの、翌年には敗北して北へ押し戻された。マスラマはデルベントを取り戻し、デルベントはアラブ軍の重要な前線基地になるとともに、軍事植民地となったが、732年にカリフのヒシャームン・アブデルマリクによって更迭され、マルワーンブンムハンマドが公認となった。その後は、 比較的局地的な武力衝突が続いたものの、737年にマルワーンがボルガ川沿いのハザールの首都であるイテリュに達する大規模な遠征を観光し、ハザールの河岸に対して何らかの形による服属を認めさせた後に撤退した。737年のマルワーンの遠征は2つの勢力間における大規模な戦争に終止符を打ち、アラブは 南コーカサスの支配を確保して、デルベントを最北のイスラーム勢力の前線基地として確立させた。同時に、打ち続いた戦争は、ウマイヤ朝の軍事力を弱体化させ、数年後に始まるウマイヤ朝の内戦と、アッバース革命による王朝の最終的な崩壊に影響を与えることになった。コーカサスにおけるイスラーム勢力とハザールの関係は、 ハザールのカガンと現地のアラブの統治者、もしくは、コーカサスの地方政権の王族との間の婚姻政策を通じた同盟関係の確保に失敗した結果、760年代と799年の2回に、渡ってハザールの侵攻を招いたことを除き、その後の大部分の期間において平穏な状態が続いた。ハザールとコーカサスのイスラーム系諸勢力に挟まれた。 地域では、10世紀後半にハザールが崩壊するまで、時折紛争が発生したものの、8世紀に起きたような、大規模な戦争が繰り返されることはなかった。アレクサンドロスの門として知られるサーサーン朝時代に、築かれたデルベントの要塞軍の地図アラブとハザールの、戦争は、ポントスカスピ海草原の遊牧民世界と、コーカサス山脈の南側の定住民世界との、 間において長期にわたって続いた一連の軍事紛争の一部であった。山脈を超える二つの主要なルートである山脈中央部のダリアル峠と東のカスピ海沿いに位置するデルベントは古典古代の時代から侵入路として利用されてきた。その結果として、スキタイやフンなどの草原の民の破壊的な襲撃に対するコーカサスの辺境地帯の防衛は 近等地域に築かれた帝国の支配者にとって最も重要な責務の一つとみなされるようになった。これはゴグとマゴグの大軍をアレクサンドロス大王が神の助けを借りて排除したとする中東の文化において一般的に信じられている俗説に反映されている。歴史家のジェラルド・マコが指摘するように アレクサンドロスの防壁が破られ、ゴグとマゴグが突破すれば、世界の終末が訪れるであろうことから、草原の民は、血を飲み、子供を喰らい、止まることを知らない強欲と残虐性に満ちた未開の野蛮人であるとするユーラシアの定住文明によって、考えられていた典型的な北の野蛮人であった。襲撃にさらされ、安いカスピ海沿岸の辺境地域を防衛するための、 石造りの要塞群の建設が、サーサーアン・アサのオーペイローズ一世の治世に始まり、ホセロー一世の時代に完成を見た。これらの要塞群は、コーカサス山脈の東の山麓から、カスピー海まで 45km 以上にわたって、伸びていた。ペルシア語のダールイコールバンドの中から想起されるように、デルベントの要塞は、戦略的に、 極めて重要な要塞軍の中心的存在であった。ズールイコールカルが、人の助けを借りて野蛮人のゴグとマゴグを文明化された人々から遠ざけるために、鉄の壁を築いている様子が描かれている。トゥルク系と考えられているハザールは6世紀後半に、現在のダゲスタンの一帯に現れ、当初は特潔の支配下にあった。しかし、特潔の崩壊後、7世紀までに、 北コーカサス一帯に独立した支配的な勢力として対等した。この地域における最も新しい草原地帯の勢力として初期の中世の作家たちはハザールをゴグとマゴグと同一視するようになり、デルベントのサーサーン・朝の要塞軍をアレクサンドロスの壁とみなすようになった。他の近東の人々と同じようにアラブ人はすでにクルアーンにおいて野獣ュ,ュと マージュージュとして登場するモグとマゴグの伝説に慣れ親しんでいた。イスラーム教徒による征服の後、これらの知見はアラブ人にとって新しい対象である文化的概念の多くを取り入れることによってより高められていった。初期のイスラーム帝国は自身をサーサーア,ンアーサ、そしてより影響は限られるものの、ビザンチ帝国、伝統、そして 文明意識の継承者であるとみなしていた。その結果、アラブのカリフたちは、マコの言葉を借りれば、定住世界、言い換えれば文明化された世界を、北方の野蛮人から守ることが、自身の責務であるという考えを取り入れた。この考えは、イスラーム教徒の世界である、イスラームの家と、ハザールのような異教徒のトゥルク人の草原の民に支配されている。 戦争の家というイスラーム教徒による世界の区分に関する概念によってより一層強められた。要塞の建設や政治的な同盟を通じて草原の民を単純に封じ込めようとしていたビザンツ帝国やサーサーアン・アサなどの先行した勢力とは異なりアラブ人は征服に興味を示す拡張主義者であった。当初からアラブ人は北方への拡大を積極的に 追求しており、独立した政治勢力としてのハザールの生存に急速かつ直接的な脅威をもたらした。一方、ハザールは先行して存在した遊牧民と共通する戦略に従った。ハザールの襲撃は南コーカサスの深部からさらにはメソポタミアや小アジアにまで及んだ可能性があるものの、征服を目的としたものではなく、 低住民の防御体制を試すという遊牧民にとって典型的な行動をとった。これは同時に略奪の手段でもあり、その獲得と分配は部族の連合を維持するための基本的な手段であった。そして、ハザールにとって戦争における戦略的に重要な目標は、コーカサスの交通路を支配することにあった。コーカサス山脈東部一帯は、 アラブとハザールの戦争における主要な部隊となり、アラブ軍はデルベントとハザールの都市であるバランジャルとサマンダルを支配することを目指していた。バランジャルとサマンダルの正確な位置については、現代の研究者によっても明らかにされていないものの、双方の都市は、複数のアラブの著述家によってハザールの首都として言及され、それぞれ冬と夏の首都として機能していた可能性がある。 あとには、アラブ軍による攻撃の影響によって、ハザールは首都をさらに北のボルガ川の河口に位置するイティルへ移した。アラブとハザールの対照的な軍隊の構成は、社会の性質に由来する異なる軍事哲学を反映している。アラブの軍隊には、かなりの規模の軽機兵と重機兵の部隊が含まれていた。ものの、これらのアラブの機兵隊による戦闘は、大抵において馬から降りて、 徒歩で戦う前の戦闘の初期段階における小競り合いに限定されており、戦闘の主力は不評に依存していた。一方のハザールは南方の文明の要素を取り入れて都市を保有していたものの、大部分においては部族的で繁遊牧的な要素を維持していた。中央アジアで生まれた他の草原社会と同様に、ハザールは戦争において非常に高い機動力を発揮し、 高度に熟練した、眼見な騎兵隊に依存していた。歴史家のハーディド・ヤフヤー・ブランキンシップは、ハザールの国家は、高度に組織化されておらず、迅速な投降や、体制の急激な崩壊に結びつく、中心的な機構を持っていなかったため、イスラーム教徒にとっては、対象が困難な対立勢力であることを証明することになったと述べている。 750年までのイスラーム帝国の拡大の様子、ムハンマド死去の時点のイスラーム国家の勢力、政党カリフによる拡大範囲ウマイヤ朝による拡大範囲ビザンツ帝国アラブとハザール戦争は、コーカサス山脈に隣接し、戦争の舞台となった小アジア東園におけるビザンツ帝国に対するイスラーム帝国の長期にわたる戦争ともある程度関連していた。 ビザンツ帝国の皇帝たちは、アラブとハザールの戦争の大部分の期間において、705年のユスティニアノス2世のハザール王女との結婚のような特別な例を含むハザールとの実質的な同盟関係に等しい密接な関係を築こうとした。また、アルメニアを介してビザンツ帝国とハザールの連携が実現することは、とりわけアルメニアが、 ウマイヤ町の本拠地であるシリアに近接していることから、ウマイヤ町にとっては重大な脅威であった。しかしこの連携は実現せず、ウマイヤ町が広範な自治を認めることで、アルメニアの大部分では平穏な状態が続き、ビザンツ帝国も同様にアルメニアに対する積極的な軍事行動は控えていた。実際にはハザールの襲撃によってもたらされる。 共通の脅威を考慮した結果として、ウマイヤ朝は、ハザールに対する、アルメニア人との積極的な同盟関係に行き着く、ことになった。一部のビザンツ学者、特に、ディミトリオ・オボレンスキーは、ハザールに対するアラブの軍事展開は、北からビザンツ帝国の防衛線の背後に回り、ビザンツ帝国を包囲して攻撃しようとする動機に、基づいていたという説を提示している。しかし、 この説はあり得そうもないとして、現代の学者たちからは受け入れられていない。歴史家のダビッド・ワッサースタインは、この考えは、ビザンツ帝国がイスラーム教徒に対して、すでに戦争の初期の段階で帝国を征服することはできないであろうと思わせることに成功しており、さらには戦争の過程で明らかにすることができる以上に、 はるかに多くのヨーロッパの地理に関する知識と理解をイスラーム教徒が有していたという前提を受け入れる必要があるとし、途方もない野心に基づく構想であると述べている。マコは同様に720年代まではアラブとハザールの戦争はかなり限定された状況の中で進行しており、このような壮大な戦略的計画の存在を裏付ける証拠はないと述べている。 コーカサスを越えたアラブ人の北方への拡大は少なくとも当初はイスラーム教徒の初期の征服活動が推し進められていた勢いの結果であり地方のアラブ軍の司令官が場当たり的にそして全般的な計画を立てることなしに征服の機会を利用しようとしていた可能性が高いこの拡大はカリフの命令に正面から逆らっていた可能性があるものの このような行為はこの時代にはしばしば繰り返し起きていた。戦略的な観点から見れば、8世紀初頭にビザンツ帝国が東部の国境地帯に対して高まっていた圧力を軽減するために、ハザールに対してウマイヤ朝を攻撃するように働きかけていた可能性が非常に高く、実際に720年代と730年代にイスラーム教徒の軍隊が北方へ、 軍事行動を起こしたことから733年に将来のビザンツ皇帝であるコンスタンティノスゴセイとハザールの王女、チチャクとの婚姻を通じた同盟関係が成立しビザンツ帝国は大きな利益を得ることになった。またシルクロードの北方の交易路の支配権を握ることがイスラーム帝国の戦争へのさらなる動機につながったとする説があるものの、マコは シルクロードにおける交通量が最も増大した時期である8世紀半ば以降にアラブとハザールの間の戦争行為が減少したことを根拠にこの主張に意義を唱えている。ハザールは602年から628年にかけて続いたビザンツ帝国とサーサーン朝の戦争中に西特欠の敗下としてコーカサスにおける最初の軍事行動を起こした。トルク人は デルベントを破壊し、ビザンツ軍と共に、ティフリスの包囲に加わった。この協力は、サーサーアン・アサに対するビザンツ帝国の最終的な勝利に決定的な影響を及ぼすことになった。その後の数年間、ハザールがイベリア、アルバニア、及びアーザルバー・イジャーンを、ある程度統制していた一方、南コーカサスの南西部を占めるアルメニアは、 ビザンツ帝国の勢力下に残っていた。しかし、630年か632年頃に、内部紛争によってハザールもしくは西特欠の君主が死亡した後、南高カサス東部におけるハザールの活動は停止した。高カサスの地形図アラブとハザールは、イスラーム教徒の初期の征服活動の結果として、双方の間で紛争状態に置かれることになった。百四十年までに、 アラブ人はアルメニアに到達し、642年には、アブドゥッラフマーン、ブンラビーヤの下で、コーカサスを縦断して、最初の襲撃を開始した。イラン北部出身の歴史家であるタバリーの、諸史と都省の歴史によれば、この襲撃は、デルベントに達し、そこで、ペルシアの大主であるシャフルバラーズと、その追随者たちが、ジズヤの負担を軽減するのであれば、要塞を明け渡し、 さらには要求に従わない土着のコーカサスの住民に対して助力することを申し出た。この提案はカリフのウマル・ブン・アル・ハッタによって認められた。645年か646年にアラブ軍はハザール人とアラン人の兵が構成する部隊で増強されていたビサンツ軍をアルメニアで破った。その結果、百五十年代初頭に南コーカサスにおける アラブの派遣が確立されることになった。652年には、テオドロスルシクニを代表とするアルメニア貴族がカリフの君主としての地位を認め、654年のアルメニア人の反乱も失敗に終わり、アラブの派遣はイベリアにも広がっていった。タバリーはアラブ人による最初のハザールの地への侵攻は早ければ642年に始まったとしており、 アブズラフマーンブンラビアは、損害を被ることなくバランジャルに到達し、配下の騎兵隊は、バランジャルの機体200パラサングに至るまで進行したと主張している。しかし、進攻の日付とアラブ軍が人的消耗を被ることがなかったという、信じがたい主張は、現代の学者たちによって、議論の対象となっている。デルベントを拠点とするアブズラフマーンは、 その後の数年間にわたって頻繁に行われたハザールに対する襲撃を引いたものの、これらは小規模な事件であり、文献において大きな重要性を持って扱われている出来事はない。651年か652年には警戒と自制を促すカリフの指示を無視し、アブドゥラフマーンがバランジャルの占領を目指して強力な軍隊を引き行きたい向かった。しかし、アラブ軍は バランジャルを数日間包囲したものの、ハザールの救援部隊の到着に加えて、都市側から総攻撃を受けたことが重なり大敗を喫した。戦いの後には、アブドゥン・ラフマーンと4000人のイスラーム教徒の兵士の遺体が戦場に残された。3年後、ハザールは、ハビーブ・ブン・マスラマーイコール・フィフリーが率いる、報復的な軍事侵攻を撃退した。 これらの襲撃を受けた影響によって、ハザールはアラブ軍の到達を回避することを目的にバランジャルを放棄して首都をさらに北へ移動させた。その後、政党カリフ時代末期の内戦である第一次内乱が勃発し他の戦線への対処を優先させたことからアラブ人は8世紀初頭まで再びハザールへの攻撃に乗り出すことを控えた。一方、ハザールの側では イスラーム教徒の緩やかな支配のもとに置かれていた南コーカサスの諸勢力に対して数度襲撃に乗り出した程度であった。661年か662年のアルバニアへの襲撃では地方勢力の統治者に敗北したものの683年もしくは685年の南コーカサスを縦断する大規模な襲撃はイスラーム世界が 内戦の最中であった影響もあり大きな成功を収め多くの戦利品と捕虜を獲得した。それぞれイベリアとアルメニアの君主であったアダルナゼニセイとグリゴル一世マミコニアンは襲撃への抵抗を試みたものの殺害された。ナリンイコールからの名で知られるサーサーン朝時代のデルベントの要塞と街並み二つの勢力間の関係は8世紀初頭まで 比較的平穏な状態が続いた。しかしながら、その頃までに戦争の新たな段階への舞台が整えられることになった。ビザンツ帝国はすでにコーカサスにおける政治的な影響力を失っており、ウマイヤ朝は705年にアルメニアの大規模な反乱を鎮圧すると支配力を強化し、アルミニア州を設置して、アルメニアを直接アラブの統治下に置いた。 そしてすぐにアラブとハザールは、コーカサスの支配をめぐって、直接対立することになった。現代のジョージアを含む南コーカサスの北西部のみが二つの、対立勢力のいずれかによる、直接的な支配から逃れていた。紛争は早ければ707年に再開され、カリフのアブデルマリクの息子で、ウマイヤ朝の将軍である、マスラーマ、ブンアブデルマリクが、 アーザルバー・イジャンと当時ハザールの支配下にあったと考えられているデルベントへ至る軍事行動を展開した。デルベントへのさらなる攻撃は708年のムハンマド・ブン・マルワーンによるものと翌709年のマスラマによるものが複数の資料によって言及されているもののデルベントを脱回したと考えられる最も可能性が 高い日付は713年もしくは714年のマスラマの遠征によるものである。その後、マスラマはハザールに従属していた北コーカサスに居住するフの征服を試み、ハザールの領土の奥深くまで侵攻した。ハザールは将軍のアルプタルカンの下でマスラマと戦うだけでなく、対抗して南方のアルバニアへの襲撃に乗り出した。717年。 ハザール軍が退去して、アーザルバー・イジャーンを襲撃したものの、ウマイヤ朝のカリフのウマル二世によって派遣された、ハーティン・ブンアル・ヌーマーンの指揮するアラブ軍によって追い返され、ハーティンは50人のハザールの捕虜を伴いカリフの下へ帰還した。721年もしくは722年には、戦争の主要な段階が始まった。両年にまたがる冬の期間中に3万人の、 ハザール軍がアルメニアに侵入し、2月から3月にかけて、マルジュアルヒジャーラにおいて、アルメニアとアザルバーイジャーンの総督としてその地を、統治していたミイラク、ブン・サッファール・アルバフラーニーのほぼ、シリア人からなる部隊を壊滅させた。これに対抗して、カリフのヤズイード2世は、最も徴用していた将軍の一人である、アルジャラーフ・アルハカミーに2万5000人のシリア人の、 部隊を預けて北へ向かわせた。アルジャラーフの接近の法を受けると、ハザール軍は依然として、イスラーム教徒の守備隊が守り続けていたデルベントの近隣まで撤退した。アルジャラーフは素早く進軍して、妨害を受けることなく、デルベントへ入ることに成功すると、ハザールの領内に向かって、ハザールの部隊への襲撃を開始した。自軍の大半を引き連れ、アルジャラフは、 デルベントから北へ1日行軍した地点において、ハザールの河岸の息子の一人であるバルジクが率いる4万人に及ぶハザールの軍隊を破った。アラブ軍はさらに北へ進んで、ハム人とタルグの集落を占領し、住民を他の土地へ移住させた。ダゲスタンのスラク警告最終的に、アラブ軍はバランジャルに到達した。 7世紀半ばのイスラーム教徒による最初の攻撃の間、この都市には強力な要塞が存在したものの、ハザールは馬車の車人で要塞を取り囲むことによって都市を防御する方法を選んだため、次第に要塞は帰り見られなくなったとみられている。722年8月21日、アラブ軍はこれらの車人を破壊してバランジャルを襲撃した。 バランジャルの住民のほとんどは殺されるか奴隷にされた。ものの、バランジャルの主張を含む少数の者がどうにか期待と逃げ延びた。アラブ軍によって略奪された戦利品は莫大な量に及んだため、アラブ軍の3万人の機種のそれぞれがそこから300ディナール金貨を受け取ったと言われている。ハザールの捕虜の一部はアルジャラーフの命令によって溺死させられた。アルジャラーフの軍隊は、 同様に近隣の要塞を破壊し、期待進軍を続けた。強力な守備隊を要していたは、バンダルの要塞は効能を条件として降伏したものの、アラブ軍の進軍は、バランジャルに次いで重要なハザールの都市であるサマンダルに到達する前に切り上げられることになった。アラブ軍は、その成功にもかかわらず、この時点では、あらゆる遊牧民の軍隊と同様に補給を都市に、 依存していなかった、ハザール軍の主力をまだ倒していなかった。サマンダルの近くにその主力部隊が存在していただけでなく、背後の山岳内の部族の反乱の報告を受けたために、ワルさんへの撤退を余儀なくされた。アルジャラーフは帰国後に、これらの軍事行動について、カリフへ報告したものの、戦闘の過酷さを指摘して、ハザールを倒すための追加の部隊を要求した。 ブランキンシップによれば、おそらく、アルジャラーフの信仰は、イスラーム教徒による文献において描かれているほど、大きな成功ではなかった。翌723年のアルジャラーフの行動は、文献上からは、不明な点が多いものの、バランジャルを越える北方への別の軍事行動を率いて、いたと見られている。このアラブ軍の行動に対抗して、ハザールは、コーカサスの南部を襲撃したものの、 724年2月に数日間続いたクラガーとアラス川の戦いで、アルジャラーフの率いるアラブ軍によって壊滅的な敗北を起死した。新しいウマイヤ朝のカリフのヒシャアームブン・アブドゥル・マリクは増援部隊を送る約束をしたものの、結局援軍を送ることはなかった。それにもかかわらず、724年にアルジャラーフは、ティフリスを占領し、イベリアと、 北高ーカサスのアラン人の地をイスラーム教徒の総主権下に置き、その過程でダリアル峠を通過して軍事行動を行った最初のイスラーム教徒の司令官となった。これらの成功はダリアル峠を介したハザールの攻撃の可能性からイスラーム教徒の勢力を保護することにつながり、さらにハザールの領域への二つ目の侵入路を得ることになった。アランの門、または イベリアの門の名で古来から、コーカサス山脈を越える、交通路として利用されてきた、ダリアル渓谷725年に、カリフのヒシャームは、アルジャラーフの後任としてすでにジャズイラの総督の任意あった自分の兄弟である、マスラマ、ブンアブドゥルマリクを指名した。マスラマは、ウマイヤーサで最も著名な将軍の一人であったため、この人事はカリフが、タイハザールの戦線を、 重要視していたことを証明している。しばらくの期間マスラマはジャズイーラに泊まり、ビザンツ帝国に対する作戦をより重視していたために、自身の代わりにアルハーリス分アムルアルターをコーカサスの戦線に送った。同年、アルハーリスはアルバニアにおけるイスラーム教徒の支配権の確立に従事し、レズギスタンとハスマダンの一体に対してクラ川の流域に沿った。 軍事行動を展開した。おそらく、アルハーリスはその年の人口調査の指揮にも注力していたと見られている。翌726年、バルジュクが率いるハザール軍がアルバニアとアーザルバーイジャンへの大規模な侵攻を開始した。ハザール軍は、ワルサンを包囲し、さらに攻撃の際には、工場兵器のマンゴネルを用いていた。ブランキンシップによれば、 このような高度な工場兵器の使用は、ハザールがまとまりのない単なる野蛮人の集団ではなく、軍事的に宣伝された国であったことを示している。アルハーリスは、ハザールの軍隊をアラス川の騎士で打ち破り、川の北へ追い返すことができたものの、アラブの支配は明らかに不安定な状況に陥っていた。この出来事をきっかけにマスラマは727年に、 対ハザールの戦線の指揮を引き継ぎ直接対応することになった。今や戦いの前線では双方の勢力が対立をエスカレートさせており、マスラマはこの戦いで初めてハザールの加ンと対峙することになった。マスラマはおそらくシリアとジャズイーラの部隊で増強されていた部隊を引いて攻撃を開始し、724年のアルジャラーフの 遠征以降の期間に失われたと考えられるダリアル峠を奪回してハザールの領土へ進軍したものの冬の到来によってアーザルバーイジャーンへ引き返すことを余儀なくされたマスラマがこの遠征で達成した成果がどのようなものであったにせよその成果は十分なものではなかった翌二十八年にマスラマは再び進攻したもののこの進はブランキンシップが ほとんど最悪と呼ぶもので終わった。アラブの資料では雨が降り続き、ぬかるみの中で、ウマイヤ長軍が30日か40日もの間、戦った後、9月17日にハザールの河岸に対する勝利を得たと記録している。しかしながら、帰還時にマスラーマは、ハザール軍の待ち伏せ攻撃を受け、アラブ軍はあっさりと荷車を放棄すると大慌てで、 ダリアル峠を越えて安全な方面へ逃げたために、この勝利がどの程度の成果を伴ったものであったかは議論の余地が残る。この遠征の結果マスラマは更迭され、アルジャラーフが再び任務に就くことになった。729年までにアラブ人は南高架サス北東部の支配を失って、再度主政に立たされることになり、アルジャラーフと共にハザールの侵入に対して再び、 アーザルバーイジャーンを守らなければならなくなった。現代のアルダビール729年もしくは730年にアルジャラーフはティフリスとダリアル峠を通過し、再びハザールへの侵攻に向かった。アラブの資料ではアルジャラーフはボルガ川沿いに位置するハザールの首都のアルバイまで到達したと記録しているが、ダンロップやブランキンシップなどの現代の歴史家はこれは、 実際に起こったとは考えがたい出来事とみなしている。ハザールは、タルマクという名の指揮官の下で反撃に乗り出したため、アルジャラーフは、アルバニアを守るためにまたもコーカサス南部へ撤退することを強いられた。ハザール軍がダリアル峠を通過したのか、カスピ海の門を通過したのかは不明であるものの、ハザール軍は、バルダーアで、アルジャラーフの部隊を迂回することに成功し、その後、 アルダビールを包囲した。アルダビールはアーザルバイジャーンの主婦であり、イスラーム教徒の入植者とその家族の集団、合計で3万人ほどがその城壁の中に住んでいた。アルジャラーフはこの事態を知ると軍隊を率いて、急遽南方へ向かい、アルダビールの場外において、ハザール軍と交戦した。730年12月7日から9日にかけての3日間の、 戦闘の後2万5千人を数えたアルジャラーフの軍隊はバルジュクが率いるハザール軍によってほぼ全滅した。アルジャラーフもこの戦いにおいて戦死し、指揮権は兄弟のアルハッチャージュに移ったもののアルハッチャージュはアルダビールを略奪から防ぐことはできなかった。10世紀の歴史家であるヒエラポリスのアガピオスはハザールがアルダビールの木内とアルジャラーフの軍隊。 そして、周辺の農村地帯から4万人もの捕虜を手にしたと記録している。ハザールは自由に地域内を襲撃して回り、ガンザを略奪するとともに多くの集落を攻撃した。一部の文献体は、ウマイヤ朝の本拠地であるシリアに隣接するジャズイーラ北部のモスルにまで達した。アクダマル島から望むバンコ、アルダビールにおけるアラブ軍の敗北は、ウマイヤ朝にとって、 初めて直面した国境を越えて奥深くに侵入してきた敵によるものであり、イスラーム教徒にとっては大きな衝撃であった。カリフのヒシャームはマスラマがハザール軍に対する進軍の準備を進めていた間に豊富な経験を持つ軍司令官のサイードブンアムル・アル・ハラシーを一時的なハザールに対する司令官に任命した。サイードがすぐに招集できた軍勢は少数であったにも、 かかわらず、サイードは、バンコに面するアンフラとの奪回に成功した。そこから北東に向かって、バルダーへ移動し、さらに、ワルサンを包囲から解放するために、再び南方へ向かった。サイードは、バジャル湾の近郊で1万人の強力なハザール軍と、遭遇したものの、これを破って、ほとんどのハザールの兵士を殺害し、ハザール軍と共にいた5000人のイスラーム教徒の捕虜を、 救出した。生き残ったハザールの部隊は、サイードの追撃を受けながらも、北方へ逃れた。しかしながら、この成功にもかかわらず、サイードは731年の初頭に任務を解かれ、さらにはヒシャームがアルメニアとアーザルバーイジャーアンの総督として、再度任命していたマスラマの妬みを受けた結果、しばらくの間カバラとバルダーで投獄されることになった。 ルーマニアで発見されたナジセントミクローシュの違法として知られる宝物群の水差し。草原の戦士が捕虜の頭を掴んでいる様子が描かれている。マスラマは多数のジャズイーラ出身者の部隊と共にコーカサスに向かい攻勢に出た。マスラマは先見部隊に対して反抗したハイダンの住民へ警告となる処罰を与え、アルバニア各地のイスラーム教徒の忠節を取り戻した。 後にデルベントへ到達した。そこで、マスラマは千人からなる家族を共にしているハザールの守備隊の姿を発見し、要塞を迂回して北へ進軍した。文献資料における軍事行動の詳細は728年の出来事と混同されている可能性があるものの、マスラマは、加賀自らが率いるハザール軍の大軍と対峙したことで、 再び撤退を強いられる前に、ハムジン、バランジャル、およびサマンダルを奪ったと見られている。野営地の投下を燃やしたまま、アラブ軍は、真夜中に撤退し、通常の2倍の距離を進む強行軍で、デルベントへ引き返した。ハザール軍は、マスラマの後軍を追って、デルベントの近くで攻撃を加えたものの、地元民の徴兵によって増強されていたアラブ軍は、 ハザール軍の猛攻撃に抵抗し、厳選された小規模な部隊が、河岸のテントを襲撃して、ハザールの統治者を負傷させた。イスラーム教徒の士気は高まり、ハザール軍を攻撃して、勝利を収めた。伝えられるバルジクの死亡はおそらくこの戦い回知連の軍事行動の最中であったと考えられている。マスラマは、この勝利の機会を活用して水源に毒を流し込む、ことで、 デルベントからハザールの守備隊を追い出し、軍事植民地として都市を再建して2万4000人のほぼシリア人からなる部隊をその出身地域別に4つの地区に分割して中屯させた。その後、マスラマは冬の間にコーカサス南部の残りの部隊と共に帰還し、一方でハザールはアラブ軍が放棄した街を再び占領した。デルベントの占領にもかかわらず、 マスラーマの成果は、カリフのヒシャームにとっては不満の残るものであったとみられ、ヒシャームは732年3月にマスラーマを、更迭して、後に、ウマイヤ朝の最後のカリフとなるマルワーンブンムハンマドを、公認に指名した。732年の夏、マルワーンは4万人の兵士を率いて、北のハザールの地へ侵入した。しかしこの軍事行動に関する記録は混乱している。 9世紀のイスラーム教徒の歴史家であるイブン・アーサム・アルクーフィーは、マルワーンがバランジャルに到達し、多くの家畜を捕らえてデルベントへ戻ったと記録しているものの、軍事行動については728年と731年のマスラマの遠征を強く想起させる表現で説明されており、その信憑性には疑いの余地がある。一方、 同じく9世紀の歴史家のハリーファブン・ハイアートは、マルワーンは、デルベントの北の自国と接する近隣地帯へのはるかに、限定的な軍事行動を引き、冬の到来によって撤退したと伝えている。マルワーンは、南部で、より積極的な動きを見せ、アショト三世バグラトニオをアルメニアを統治する君主の地位に着かせ、ウマ長軍と協力して、軍事力を提供することと引き換えに事実上の、 広範な自治権を認めた。ブランキン疾風によれば、この他では見られない情報は、うまい野鳥が直面していた深刻化する人的資源の危機の存在を示している。ほぼ同じ時期にハザールとビザンツ帝国は関係を強化し、ハザール王女の父着とコンスタンティノスゴ世の結婚によって、共通の敵に対する正式な同盟を結んだ。 マルワーンの732年の遠征の後はしばらく平穏な時期が続いた。マルワーンは733年の春にアルメニアとアーザルバー・イジャーンの総督の地位をサイード・ブン・アムル・アル・ハラシーと交代したが、サイードは2年間の統治期間中に軍事行動を起こさなかった。ブランキンシップはこれをアラブ軍の消耗に起因するとし、 アラブ人が、チュルク人の草原勢力による一連の大きな犠牲を、伴う敗北に苦しんでいた732年から734年に、かけてのマーワラアンナフルにおける沈黙した状況と、同時期に起きていたことを指摘している。その間にもマルワアンは、コーカサスで続いている方針に対する抗議を、カリフのヒシャームに持ち込んだと記録されており、 ハザールに対処するために12万人の軍隊と完全な権限と共に自身を派遣するように進めた。735年にサイードが死力の衰えのために交代を求めた際にヒシャームはサイードに変えてマルワーンを任命した。マルワーンは降下サスに戻り、ハザールへ決定的な打撃を与えることを決意したものの、マルワーンも しばらくの間は近隣への遠征以外に行動を起こすことができなかったと見られている。マルワーンはティフリスから20パラサング、バルダーアからは40パラサングの距離に位置するカサクに新しい作戦拠点を設置したが、当初の遠征は小規模な地方勢力の支配者に対するものであった。735年、マルワーンはダリアル峠に近いアラニアの3つの砦を占領し、 従属勢力の君主として、カリフによって服井していた北コーカサスの地方勢力の支配者であるトゥマンシャーを捕らえた。翌736年には、マルワーンは別の地方勢力の支配者であるワルタニスに対して軍事行動を起こし、ワルタニスの城は占拠され、守備兵は降伏したにもかかわらず殺害された。ワルタニス自身は逃亡を試みたものの、 ハム人の住民に捕らえられて処刑された。実際には、アラブとハザールはこれらの軍事行動の期間中に和平を結んでいたとヒエラポリスのアガピオスとシリア人、ミカエルは記録している。イスラーム教徒の文献によれば、この和平は信仰の準備のための時間を稼ぎ、マルワーンの目的について、ハザールを欺くことを意図しており。 マルワーンの短期的な策略に基づくものであったために、アラブ側では和平は無視されるか軽視されていた。アナコピアの要塞の遺跡と国会マルワーンは、戦争を完全に終わらせるために737年の大規模な侵攻への準備を進めた。マルワーンは、この計画の指示を得るために、直接ダマスカスへ赴き、ヒシャームを説得して、 指示を得ることに成功したと考えられている。10世紀の歴史家のムハンマド・バルアミーは、軍団は15万人を数え、シリアとジャズイーラの正規軍とジハードのための志願兵、そして、アショト3世バグラトゥニの配下のアルメニア軍と武器を、携帯した、非戦闘従事者及び使用人からなっていたと主張している。マルワンの軍隊の実際の規模が、どの程度のものであったにせよ。 その規模は巨大であり、実際に、それまで、ハザールに対して送られた軍隊としては、最大の規模であった。マルワーンは、最初に、アラブ人と、その従属勢力の君主である、アショト三世を敵視する、アルメニア人の一派を制圧することで後方の足場を、固めた。その後イベリアに押し寄せ、コスロブアサの支配者を、国会沿岸に位置するビザンツ帝国の保護下にあった。 アブハジア公国のアナコピアの要塞へ追い詰めた。マルワーンはアナコピアを包囲したものの、自軍内でセキルが大流行したために撤退を余儀なくされた。その後マルワーンは、すぐにハザールに対して二方面から攻撃を開始した。デルベントを収めていたアスイード、ブンザーフィルアイコールスラミーの指揮する3万人の部隊がカスピ海沿岸に沿って北上し、 一方でマルワーンの部隊の大部分はダリアル峠を通過した。侵略はほとんど抵抗を受けることはなく、アラブの資料ではマルワーンがハザールの使者を故意に引き止め、ハザールの領土の奥深くに侵入した時点で戦線布告を言い渡して帰還を認めたと記録している。双方のアラブ軍の部隊はサマンダルに集結し、そこで大規模な官兵式が実施された。イブニアサムによれば、 舞台には、うまい野鳥を象徴する色である白の新調された衣類、そして同様に、新しい槍が支給された。複数のアラブの資料によれば、そこから、マルワーンは、進軍を続け、ボルガ川沿いに位置する、ハザールの首都である、アルバイに到達した。ハザールの河岸は、ウラルサンム方面に撤退したが、首都を守るために、かなりの規模の舞台を残していた。 ブランキンシップによれば、これは、見事な深部への侵入であったものの、戦略的な価値は、ほとんどなかった。10世紀の旅行家であるアフマドブン・ファドラーンとイスタフリーは、当時のハザールの首都を大規模な野営地の域を出ないと、説明しており、過去においてより大きくとしかされていたことを示す証拠は、存在しない。一部の考古学者が、 ハザールの首都のイティルに否定したサモスデルカの発掘調査の様子この後に続く軍事進行の経過はイブンアーサムとその著作から引用された文献によってのみ伝えられている。文献資料の説明によればマルワーンはさらに北へ進行しボルガーブルガールの地にまで至る領域に広がりハザールの支配下に置かれていたブルタスと呼ばれる。 スラブ人の一派を攻撃して2万世帯の家族を捕虜とした。タルカンの指揮下にあったハザール軍はボルガ川の対岸からアラブ軍の進軍を追跡した。ハザール軍が戦闘を避けていた時にマルワーンはアルカウサル、ブンアルアスワドアルアンが指揮するボルガ川を横断する4万人の文献隊を派遣し、湿地帯に展開していたハザール軍を奇襲した。 その後の戦闘でアラブ軍はタルカンを含む1万人のハザール兵を打ち倒し7000人を捕虜とした。この結果、ハザールのカガンは自ら和平を申し出たと言われている。伝えられるところによれば、マルワーンはイスラームか喧嘩の選択肢を示し、すぐにカガンはイスラームへ回収することに同意した。協議の詳細について、 カガンに説明するために2名のファキーフが派遣された。また、マルワーンは、多数のスラブ人とハザール人の捕虜を連行し、これらの捕虜を、コーカサストーブへ再定住させた。バラーツリーによれば、カヘティに、およそ2万人のスラブ人が定住し、ハザール人は、アイコールラクズに定住した。その後すぐに、スラブ人は任命された領主を殺害してきたえ、逃亡したものの、 マルワーンは逃亡者の一団を追いかけて殺害した。マルワーンの737年の遠征によってアラブとハザールの軍事衝突は最高潮に達したが実際にアラブ側が得ることができた成果はわずかなものだった。アルダビールの戦い以降のアラブの一連の軍事行動はハザールのさらなる戦争行為の継続を思いとどまらせた可能性があるもののイスラームもしくは アラブの支配権をカガンに認めさせるには明らかにハザールの領土の奥深くにアラブ軍が存在していることが条件であった。しかしながらそのような軍の駐留を長期間維持することはできなかった。さらにカガンのイスラームへの改修の信憑性については疑問が提出されている。おそらくは一時資料にかなり忠実であったと考えられるバラーズリーの説明では イスラームに回収したのはカガンではなく、アイコールラクズに定住したハザール人の統治を任された小規模な領主であったことが示唆されている。ブランキンシップは、もしハザール人のイスラームへの回収者が安全のために、ウマイヤ朝の領内へ移動したのであれば、カガンの回収は真実とは考えがたいとしている。また、イスラーム教徒のアラブ人の帝国とキリスト教国である、 ビザンツ帝国の双方からの独立を強調し、同化を避ける決意に明らかに多くを負っていた、決断によって、740年頃にハザールの宮廷がユダヤ教を公認の宗教として受け入れたという、事実によっても矛盾を示している。中世に存在したキリスト教国家サリルの首都であった、北高架カサスのフンザフの街並みマルワーンの、軍事行動における、実際の出来事が、 どのようなものであったにせよ、737年以降は20年以上、アラブとハザールの間で戦争が発生することはなかった。コーカサスにおけるアラブの軍事活動は741年まで続き、マルワーンは北コーカサスの様々な地方勢力に対する遠征を繰り返した。ブランキンシップは、これらの軍事行動は、恒久的な征服を試みるというよりは、むしろ、 アラブ軍の維持費用を確保するために効能を引き出し、戦利品を奪い取ることを目的とした略奪に近いようなものであったことを強調している。一方、イギリスの東洋学者のダグラス・モートン・ダン・ロップは、マルワーンは、ハザールの征服に、あとわずかで成功しそうであったとし、後日カガンに対する作戦を再開するつもりであったように見えると考察しているものの、 これは決して実現することがなかった。うまい野鳥は、デルベントにおいておおむね安定し、固定化された国境を確立することに成功した。しかしながら、うまい野鳥は、努力を重ねたにもかかわらず、頑強なハザールの抵抗に直面したために、デルベントより先に進出することができなかった。 ダンロップは、コーカサスにおけるウマイヤ朝とハザールの対立と、おおよそ同時期に起きたトゥールポアティエ間の戦いで、終焉を迎えたピレネー山脈を越えたウマイヤ朝と、フランク王国の対立の関係を例にとり、ハザールは、初期のイスラーム教徒による、征服活動の潮流を阻止する上で極めて重要な役割を果たしたと述べている。また、歴史家のピーター・ベンジャミン・ゴールデンは、 アラブ人は長期に及んだ紛争の期間中に南コーカサスの大部分の支配を維持し続けることに成功したとし時折発生したハザールの襲撃にもかかわらず本当に深刻な脅威にさらされたことは一度もなかったとしている。その一方でデルベントの北へ国境を押し出すことに失敗したアラブ人は明らかに帝国における 活動力のほとんど限界に達していたと指摘している。また、ブランキンシップは二度目のアラブとハザールの戦争が、ウマイヤ朝にもたらした限定的な利益は、消費された資源に見合うものではなかったことを強調している。アラブの支配は、実際には、低地と沿岸部に限られており、ウマイヤ朝の国庫を埋め合わせるにはこれらの土地は、あまりにも貧弱であった。さらに重要なこととして、 デルベントの大規模な中東軍を維持する必要から、ウマイア朝政権の重要な支柱であり、すでに多くの地域に展開されていたシリアとジャズイーラの部隊をさらに消耗させることになった。ウマイア朝の様々な戦線に部隊を分散させたことによるシリア軍の弱体化は、最終的に740年代のウマイア朝の内戦と、それに続く、 アッパース革命によるウマイア朝の崩壊の主要な要因になったと考えられている。814年頃のヨーロッパと地中海の勢力図、アッパース朝ハザールビサンツ帝国、カロリング帝国ハザールは、アッパース朝の成立後にイスラーム教徒の支配する領域への襲撃を再開し、襲撃は南コーカサスの奥深くにまで達した。しかし、旧世紀までにハザールはほぼ、 デルベントの門にまで至るダゲスタンの支配を回復したもののコーカサス南部のイスラーム教徒の支配地に対して真剣な挑戦を試みることは決してなかった。トーマス・シャウブヌーナンが記しているようにハザールとアラブの戦争は硬着したまま終焉を迎えた。ハザールとアッバース朝の最初の紛争はカリフのマンスールが進めた外交政策の結果によるものであった。マンスールは アッパース朝とハザールの関係の強化を試み、760年頃にアルメニアの総督のヤズイードアイコールスラミーにカガンのバガトゥルの娘と結婚するように命じた。結婚は華やかな祝宴の中で行われたものの、カガンの娘は2年後の出産で幼児と共に死亡した。カガンはイスラーム教徒が娘を毒殺したのではないかと疑い、六十二年から六十四年に、 かけて、コーカサス南部への破壊的な襲撃に乗り出した。ホラズム出身のラスというナノタルカンの指揮の下で、ハザール軍は、アルバニアとアルメニア、そして、イベリアを徹底的に荒らし回り、ティフリスを占領した。ヤズイード自身は、逃亡に成功したものの、ハザール軍は何千人もの捕虜と多くの戦利品を、伴って北へ戻った。しかしながら、十数年後の百八十年に、 イベリアの君主の地位を追われたネルセが自らを福井させ、アッバース朝に対する軍事行動を起こすように、ハザールで説得を試みた際には、カガンは要求を拒否している。これはおそらく、クリミア半島をめぐるビサンツ帝国との対立に起因するハザールの外交政策における短期的な反ビザンツ思考の結果であったと考えられている。同じ時期に、ハザールは、 ビザンツ帝国の支配に対するアブハジア港、レオン2世の独立を支援した。カルトリのゴリ近郊から望むコーカサス山脈その後は、アラブとハザールの間でしばらく平和が維持されていたものの799年に南コーカサスへの最後の大規模なハザールの侵攻が発生した。年代記作家たちは、この侵攻は再び起こった。 婚姻政策の失敗の結果であると考察している。ジョージアの資料によれば、カヘティコアルチルの美しい娘であるシュシャンとの結婚を、ハザールのカガンが絶望し、イベリアへ侵攻して、シュシャンを捕らえるために、将軍のブルジャンを派遣した。カルトリ地方の中心部の大半が占領され、カヘティコージュ・アンシェル2世は捕らえられて、数年にわたり拘束された。しかし、 シュシャンは捕らえられるよりは死を選んで自殺し、激怒したカガンは失態を犯した、ブルジャンを処刑した。一方、アラブの年代記作家は、アッパース長の総督のアルファドルブン・やフヤーが、カガンの娘の一人との結婚を計画したものの、その娘が南方へ向かう途上で死亡したことが原因であるとしている。また、タバリーは、これとは異なる話として、 デルベントを統治していた将軍のサイードブンサルムに、父親を処刑された地元のアラブ人の有力者が、報復のためにハザールを攻撃に誘ったと説明している。アラブの資料によれば、ハザールの襲撃は、アラス川にまで達した。そして、新しくアルメニアの総督に任じられたヤズイード、ブンマズヤドは、予備軍として派遣されたフザイマ・ブンハーズイムの部隊と共に派兵することを余儀なくされた。 アラブとハザールは9世紀から10世紀にかけて北高ーカサスで散発的な衝突を続けたものの衝突は局地的なものであり8世紀の大規模な戦争と比べればはるかに静かなものであったそのような状況の例としてオスマン帝国の歴史家のムネジムバシュは901年頃から912年まで続いたアラブとハザールの戦争について記録している ものの一方ではほぼ同時期にアラブとの戦争の動きともおそらく関連していたと見られているルーシ族のカスピ海への襲撃が発生していた実際にハザールにとって南方の国境の安定は草原地帯においてハザールの派遣に挑戦する新たな脅威が出現したためにより重要な問題となっていた10世紀にハザールの派遣は全身的な支配力の衰えとともに後退し ルーシ族やオグズのような他のトゥルク系遊牧民によって打倒された。ハザールの領土は、ボルガ川下流域周辺の中核地帯にまで縮小し、コーカサスにおけるアラブのイスラーム系諸勢力の勢力範囲から排除された。このため、1030年のギャンジャのシャッタードアサと、ハザールの戦争に関するイブンアルアスイールによる記述は、おそらく、ハザール人ではなく、 ジョージア人について言及している。そして最後に末期のハザール人はかつての敵の中に避難場所を見つけた。ムネジムバッシュは1064年に3000世帯からなるハザール人の残余者の一団がハザールの地からカタンにたどり着いた。彼らはその地を再建し、そこに住み着いた。と記録している。ありがとうございます。